汚い。ティッシュ。それで汚いね、だいぶ。ちゃんとついてるんで、ここに。ついてるんで。だからついてるんで、痛い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 。どこについてるの？あ、痛い。あ、ついてるよ。ね、しー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 。もう起きちゃったし。だいぶ猫っぽくなってきたね、顔が。はい、おしまい。ミヤニを取られて不機嫌です。すげえ顔めり込んでるもん。顎にチン。すげえ嫌そう。今日もね、こうやって夜ね、こうやって入ってきたね、こうやって。でね、覚えてる？なんと入ってきたんだよ。夜？あ、明け方か。明け方だ。で、二人の間に入ってきてね。これで黒猫がこんな布団入っとったらクーちゃん思い出すな、やっぱり。よっこいしょ、よくしょ。はい。めり込み方。ここがいいの？甘えとるやん、サンマジョに。甘えん坊やもんね。それは自分の尻尾ですね。嘘？あ、臭いよね。そう。臭いのよ。じゃあ今日も歯を磨きましょうか。やだ。3500円もしたんだよ。私は寝るの。あれ3500円もした。私は寝るの。あれ3500円もしたんだよ。私は寝るの。じゃあずっと息臭いままでいいの？私はアイドルだから大丈夫。ダメでしょ。一方、サモジ先生はホタネのバナナボートを占領中です。寝心地はどうですか？しかし、このバナナボート、汚いのです。もともとね、廊下にあったものをね、二人がここに持ってきたんです。そう。僕らがここに持ってきたわけじゃなくて、気づいたらここにありました。マジディスプレイの紙。ね、すごいよね。しかもそこのチョイスがすごいよね。ね。家政婦は見たですね。政府は見た文字。はい。何でしたおたねさん。おたねさんの。なんかあそこはやっとるね。気になります。あ、違う。ティッシュが気になったんですね、そこの。あ、ごめんなさい。これはね、ホタネのね、メクソティッシュです。メクソって言わんべ。どっち行こう。こっちにしようか、ホタネにしようか。どっちにしよう。あ、ホタネも今暴れたのか。ぬぅ？どっちにしよう。気になる。ティッシュも気になる。
ティッシュと3文字。ホタネは？あ、奪われてる。幸せそう。3文字先生も幸せそう。先生、お出かけですか？先生、おケツだけ。もう、じゃあ、ナイトルーティーンか。ナイトルーティーンやね、これは。寝る前のナイトルーティーン。2匹と2人。ま、4人やね。ちょっとちゃんと気をつけてやってね。終わった。頑張りますね。